王者サムライジャイアンツを聴いていただいた方でしたお手入れです。今日、えー、2023年10月7日ちょうど、えー、50年前に始まった野球アニメがあります。えー、それは何でしょう？えー、なんてねサムライジャイアンツなんですけど、えー、50周年記念なら1話から使われている方を歌えよって大思いでしょうけど難しくてねあのー。 水木一郎さんのベランベー帳がね、えー、本放送ではハイジの裏番組でもあるんですよね、えー、私にとってのハイジ対ヤマトについて前に喋ってますけどサムライジャイアンツは主に夕方の再放送、えー、当時の小学生にとってのゴールデンタイム午後五時から六時の再放送で何度も見てたのでハイジの裏っていう印象はないですあのこの作品大塚屋総先生が途中交番 ってていうのは知られてますけどあんまり,あまりにも漫画的ってことで、えー、降りたのかなと思ってましたけどあのこの本読むとね、あのー、長浜監督のあんまりにもベタな演出がきつかったって、えー、それで降りたってああそういうこと大事なんだなって、まあ、大塚先生すごい真面目な人ですからね、あのーまあ、真面目だからえ、あのー、真面目だからベタな演出が嫌い ってことと直接伝わらないですけどもうすごいあのー、自分なりのあのー、考えをも,もちろんですけど持ってらっしゃるあのー、なんかこう本瓦かあのノンキのんきなおじさん風を装ってよくあのー、テレビとかね出てるけどお疲れそう先生ってすごい理論派なんですよねはい、えー、あとねあの富野秀樹監督も長浜監督の何話節が何話節がきつかったあの <laughs> 苦痛だったって言ってますね あのあとでもねあのその後で富野監督はね実名のキャラクターはあ富野監督が長浜監督から学んだこととしてあの実名のキャラクターはイメージを壊さないことよりも、あのー、負けそれに負けないぐらい余計なことをやってみせるのが大事でそうしないと実際にの人に潰されちゃうってそういうことを学んだとか言ってます。だからあの長浜監督を、ね、立ててる、うん あの富野監督と長間監督は例のライディーンの件でいろいろ思いはあるんでしょうけどね結構素直に人のこと褒めてたので面白いなと思いました、まあ、もちろんあの名,名言あのいつもの「打作です」の,あのお約束の言葉はここでも出てるんですけどねあと出,出崎ねし先生も書いてるんですけどあの回転魔球の樽の特訓とかね分身魔球の包丁の特訓とかは出崎先生のアイデアとのことです あの新しい魔球が出るたびにまたデタラメができるっっっっっててて嬉しかったっておっしかたおゃってますね、はい、あのこのね「侍ジャイアンツ」っていうアニメの特徴としてあの特訓があるんですけどその特訓の基本的な考え方として反復練習なんですよねあのこれはねあの穴の開いたトランポリンとか階段の上から弓矢とか、うん、あまあトランポリンはちょっと違うけどあの。 急に飛び出してくる球とかねあの障子の紙からあのこうすればあいつの技を再現できるぞっていうのが一つアイデアで、あのー、つまりあの相手の技を何回も受け続ければ、えー、それをあのまあ反復練習すれば、えー、勝てるという、まあ、そういうすごいまあ泥臭い。 あのそういううい基本的な考え方があると思うんですよ相手の技を再現するアイデアの面白さもあるし特訓の汗,にまみれ汗と血と泥にまみれるあのそういう泥臭さの良さもあるこの,あの、まあ、魔球自体も面白いんだけどその,あの魔球を編み出す過程とあとそ,のそれを打ち破る過程の努力がすごい面白いと思うんですよね。うん、はい えっと、あとね一個だけこう原作の話しますとね原作の漫画のね漫画の,あのいろんな流れであの真剣白羽撮りをするシーンがあるんですよあの剣,剣術の道場に行って、えー、それがねわっ、まあ、とこうねこう正攻法で受け止めるんじゃなくてこう相手をか乱してねあのそうフラフラにさせて刀を持ってる相手をフラフラにさせてで相手がこう バンに翻弄されても追っかけたりいろいろして疲れ果てて刀を持っったままぶっ倒れちゃうんですよそのぶっ倒れちゃう時にこう刀を持ったまま倒れちゃってそのねあの相手が倒れる時に持ってた刀の刃をサッと取っちゃうという。ねえー、で晩は「これでもいいじゃねえか」みたいなきっと文句言われるだろうみたいなこと言うんだけど。 まあでもそれこそが真剣白羽鳥だそれでいいんだって、ね、それがあの正しいまあ武道としての姿というかそう,そういう手段でいいんだぞって褒められるってエピソードがあってそれはすごい好きなんですよね。はい <laughs> えっと、じゃあここからはアニメ各話をピックアップしてもうどんどん喋るんだけれどもあの1話「瀬戸内海は無駄に渡らなかったようだな」のセリフが好き6話あの「ベースを逆走する紅白試合が好き7話 えーとね、スカウトマンさんがもう一回出てくるのがいい13話これねバーンと川上監督がしゃべるシーンがあって例の「お前は巨人の1球たかが日本のプロ野球の1球団でやる巨人の腹を破ることぐらいでうんぬん」っていろいろ言ってんだけど「もっと大きなもの」みたいなこを、ねも「もっと大きなもの」みたいなことを川上監督が言うんだけど、まあ、このシーンがね大塚康夫先生と対立したシーンかなと。 あの思ったりしますね14話は148万への練習大宣言が残酷でいいなと18話土佐んとか土佐何高校だっけ、まあ、その高校の勝子が再登場するんですよバンのね高校時代の友達、まあ、そういうのがいいなとで19話はウルフの折れたバットが突き刺さるシーンがいいとで20話は巨人の当時の巨人のオーダーがある。 えー、3番ファースト4番サード長嶋 <laughs> 野球あんまり好きじゃない俺でも知ってるっつうね、えー、25話ゼネストとか営業面しか考えないとかいろいろ生臭い話が続くあのねあの東映動画で労働問題でいろいろあの対立してた宮崎駿先生とかがねあのそういう話は有名なんですけど東京ムービーでもそういうのあったのかなってちょっと思いますねで27話はウルフが出てきて、き 例の命令は一言でいい戦えとっていうのがねいいですね28話はリカが観覧車に乗っててこれは最終回に生きてきていいと思います30話群れではなくその中の一つを見ろってウルフが言うねあれがいいと思う31話これはね一番私の好きな話であの例の例のつう俺いつも俺例のつうけど例のって思ってるのは俺だけだけどね あのー、川上監督バ、あのー、バンに、あのー、バンをね登板させるんだけど「今日の一生のためにバンに死んでもらってもいい」とかね、あのー、ぶっ倒れたバンに向かって川上が、あのー、マウンドに向かって「バンバン貴様それでも男かはいつくばって休むな大,大回転魔球以外は投げてみろ貴様は首だ」とかね。 あのすごいあの鬼の川上の,皮の,あの鬼さがよく出てるって、ね <laughs> はいうね36話「こう次年しゃっくり力法」が出てくるんですけどこれはね「空手馬鹿一代」とか大山雅也先生あの梶原一先生の書く漫画とかあと昔の曲神とかの,あのまあの空手とかその界隈好きな人はすごい面白いと思いますね、はい、あの40話「野、えー、村がかっこいい」。 44話、えー、メジャーを大リーグと呼んでいた頃の,あの日本人のアメリカ野球への憧れの凄さがよく分かりますね。はい、で46話の,あの,あの最終話なんですけどあのー、もう一回リカがあの観覧車に乗ってバンと一緒にね、あのー、で後、えー、楽園球場がクジラに見えたっていうのは形が似てるわけじゃないですよね。あれは何に見えて,って あれはでっけいクジラよってねあの復讐だの巨人が嫌いだのねそういうことより大切なことがあるとえー、でっかいクジラっていうのはバンにとっては野球野球道であったと、うん、あの我々にとってでっかいクジラっていうのは何ですかねえー、普通に考えたらまあ日々の勉強とか受験とか仕事ってことになるんじゃないかなと思うんですけど うんでもね特にね仕事って頑張って報われる仕事とか職種ばかりじゃないしね最近はね、えー、病気で戦ってる人もいるでしょうし家事とか介護とか人はいろんな場所で戦ってるとでもねそれを意味のあることだと思いたいですよね野球だって興味ない人にとってはスポーツの一つでしかないでもそれは人にとってはどうでもいいですよバンはそれに命を懸けることを誓ったと。 いやそんな感じで我々もこう自分が日々頑張ってるってことには意味がある俺はでっかいクジラを相手に命が,で命がけで戦ってると俺はでっかいクジラを相手に命がけで戦っていると思いたいよね、えー、そういう人をバンは励ましてくれていると思うあの花の、ま、穴を膨らませた不敵な笑顔でねこう。 アニメでは珍しく「あの,の穴」がよく描かれるんだけどね、まあ、あれはもう人間味があっていいと思う。えー、バンリカ、眞結大砲ウルフ大長嶋川上監督、えー、そして「イジャイアンツ」を作ってくださった全てのスタッフの方々に言いたいんですけど「侍ジャイアンツ」っていう作品はこう子供であった俺の作、えー、俺の生活を 楽しいものにしてくれた作品で、えー、その後50年にわたって人々を励まし続けて人々を励まし続けてくれてるんですよね、えー、50年という節目にそれをいもう一度言いたかったともう一度っつうかまあ日々思ってることを言いたかったとね、えー、放送開始50年おめでとうございますありがとうございます